いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2012年モデル BMW ミニジョン・クーパーワークスを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、右ドアエッジに傷、左リアフェンダーに線傷がございます。走行距離に関しましては約4000キロと非常に低走行、かつ車両コンディションも良好な1台となっております。外装色はミッドナイトブラック、インテリアはブラックファブリックシートが採用されております。 BMW ミニをベースにより走行性能に特化させたミニ・ジョン・クーパーワークスでございます。こちらのお車はボンネットストライプやレッドルーフなどによりエクステリア迫力のある1台となっております。また高い走行性能はもちろんのこと、後部座席やトランクスペースは広く加工されておりますので実用性も兼ね備えております。ヘッドライトに関しましてはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは 1.6 リッター直列4気筒のターボエンジンが搭載されており、最高出力は211馬力でございます。また足元に関しましては純正17インチブラックのアルミホイールが装着されており、キャリパーはレッドキャリパーでございますので、スポーティーな足回りとなっております。続きましてリア紹介させていただきます。リアのマフラーに関しましては、センターに2本出しとなっており、ジョン・クーパーワークスらしい力強いサウンドをお楽しみいただけます。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。トランクスペースしっかりと確保された1台です。スーツケースに関しましても一つ収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックファブリックシートが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションです。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが装備されており、こちらにはパドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましてはカロッツリア製の SD ナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては6速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましてはスポーツモードが用意されておりますのでより刺激的な走行が可能となっております。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2012年モデル BMW ミニジョン・クーパーワークスを紹介させていただきました。コンパクトなボディに211馬力を発揮するエンジンが搭載されておりますので、スポーツ走行を十分にお楽しみいただける1台となっております。また3ドアモデルではございますが、後部座席、トランクスペース広く加工されておりますので実用性も兼ね備えた1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。